皆さん、こんにちは。3分でわかる理学療法学科シリーズです。このシリーズでは、理学療法学科における学生支援の様子を一部ではありますが、紹介していきます。今回は、就職活動編です。まず、就職率と求人接数について見ていきましょう。2019年度の愛野大学卒業生の就職率は、100% です。国家試験に合格して資格を取得できれば、その先の就職も問題なく可能です。求人接数は昨年度588件に上りました。非常に多くの施設から求人をいただいております。昨年度の有効求人倍率は 7.4 倍と高い数字となりました。内訳としては民間病院が多数ですが、大学病院や公的病院、福祉施設など様々な施設から求人をいただいています。このように求人が多い理由の一つに、全国各地で活躍している愛野大学卒業生の存在が挙げられます。これまで愛野大学では約1700名の卒業生を輩出しています。その卒業生が様々な施設や現場で活躍しています。また、卒業生だけでなく、在学生も実習でしっかりと頑張ってくれています。そのため、ぜひ愛野大学の学生に来てほしいと、多くの施設に声をかけていただいています。この愛野大学が持つネットワークが、我々の強みです。就職活動にあたり、徹底した就職対策を行います。担当教員による個別指導として、模擬面接はもちろん、小論文や、履歴書の書き方の指導も行います。また、外部施設を招いた就職説明会を年数回開催しています。学生は施設の方と直接お話しすることで、その施設について深く理解することができ、また、就職についてのアドバイスをもらうこともできます。加えて、専門の外部講師を招いて就職ガイダンスを行うことで、就職活動の事前準備にしっかりと取り組むことができます。全員が無事に就職できるよう、教員一丸となって支援していきます。どうぞご安心ください。3分でわかる理学療法学科就職活動編はここまで。理学療法学科は、次のステージへ、君の意思を愛野で開けを今年のテーマとし、ウェブ、そして来学型でのオープンキャンパスにて様々な取り組みを行っております。ぜひ気軽にご参加ください。詳細はホームページをご覧ください。たくさんのご参加をお待ちしています。